新たな階級での不安の中、過去最強と目されたフルトンとの一戦で圧倒的勝利を収めたモンスター、井上尚也。試合前のシミュレーションやリングで対峙した印象、そしてスーパーバンタム級での展望を独占インタビューで明かした。現在発売中のナンバー1079号掲載の、フルトン戦を語る、井上尚也、パンチが当たらないことを前提に、 より内容を一部抜粋してお届けします。記事全文はナンバープレミアにてお読みいただけます。大きな焦点はやはり技巧派、フルトンの出方だ。試合前、パワーではモンスターが上回るという指摘が体勢を占めながら、井上はフルトンがフィジカルを活かしてぐいぐいと前に出るスタイルも予測していた。去年9月、ロサンゼルスで WBA1 位で、 今年2月にルイス・ネリと WBC 挑戦者決定戦をやった選手、アザト・ホバニシャンとスパーリングをしたんです。その時相手のセコンドにフルトン陣営の人が入っていたんですよ。そのスパーは結構打ち合って、自分がフィジカルで押されるシーンが何度かあった。それを見られていることを知っていたから、フィジカル勝負をしてくる可能性は十分にあると思っていました。 井上は加えてフルトンが徹底したアウトボクシングに打って出ることも仲間距離で戦うことも想定していた。それはフルトンがどのパターンでも戦える選手だからだ。結果的にフルトンは中間距離で井上と対峙するという選択をした。チャレンジャーは試合開始のゴングが鳴ると用意していた L 字ガードで構えた。L 字で重心を後ろ気味にするとは決めていました。 これだとお互いの距離が遠くなる。自分も遠くなるし、フルトンも遠くなる。その中でどうやって当てていくか、というスタートだったんですけど、井上直也が萌えに萌えた。試合後は興奮のあまり翌日の夜まで一睡もできず、帰宅すると気絶しました。目が覚めたらめっちゃ筋肉痛で起きられなかった、と振り返るほど。これほど心身ともに緊張し、 力を出し切った試合があっただろうか。四階級制覇達成から2週間後、新チャンピオンが主玉のファイトを詳細に振り返った。自分の中でも始まってみないと、どういう展開になるかわからない初めての経験というか、スーパーバンタムに上げたのがやっぱり大きかったと思います。フルトンの体格とリーチの長さを踏まえて、どういう展開になるのか。 試合前はフルトンの出方をいくつか想定して、こういう出方をしてきたら長引きそうだなとか、ファーストコンタクトがどうなるのかなとか。本当にわからなかったですね。7月25日、有明アリーナで行われた WBC、WBO スーパーバンタム級王者、スティーブン・フルトンとの一戦は井上にとって階級アップ初戦だった。これまでにも2度階級を上げているとはいえ、 スーパーバンタム級は別物だと感じていた。そこで選んだ入場曲は、デパーチャー。新たな出発という決意のメッセージを超満員の1万5000人に届けたのである。オマール・ナルバエス戦、14年12月、で怪我をして、1年ぶりの復帰戦でこの曲を初めて使いました。再出発という意味と曲調がすごくあったんです。 その後、ホテイトモヤスさんと知り合ってドネア1、2、ポール・バトラー戦で、キルビルの曲を使わせてもらって、これは特別な試合で使わせてもらおうと考えてました。今回も特別ではありましたけど、スーパーバンタム級初戦ということで、デパーチャーを選びました。およそ5年ぶりの挑戦者という立場は、集中力を一段と研ぎ澄ました。 おのずと戦前のシミュレーションにも力が入った。肩透かしと表現すべきか。予想はいい意味で外れた。フルトンのジャブが全然伸びてこなかった。プラス、自分が頻繁に使ったボディへのジャブに全く反応しなかった。ステップインにも反応できていなかった。うーん、意外でしたね。フルトンはもっと距離を操ってピピって外すのかなと。なかなかジャブが当たらないな。 距離が遠いな、と感じると思っていたんですよ。過信せず、相手の力量を高く設定し、万全の準備を整える。井上は毎試合、そうやってリングに上がってきた。自分のパンチがそんなに当たらないだろう。そう思って練習するのは今回に限りません。前回のバトラー戦もそう。相手を過大評価して挑む。そういう気持ちを作って1ヶ月練習する。 サンドバッグでもシャドウでもパンチが当たらない。ならどうするのか。もう半歩踏み込むのか。誘い込んで打つのか。という風にずっと考えながら練習するんです。だから実際の試合で予想ほどフルトンのジャブが伸びてこない。自分のボディジャブが当たる。ということになると気持ち的にだいぶ優位に立てました。こうしてメンタルを作り、対戦相手を迎える井上だからこそ。 試合後の周囲の反応には少し戸惑いを覚えるのだ。フルトンが思ったより強かった、という感想を聞くと、そういう人はどれだけフルトンを下に見ていたんだろうって思いますね、笑自分は逆でジャブ一つ当たらないくらいのフルトンを想定して練習してましたから。だから一ラウンド目に、あれ、こんなもん、って思ったんです。相手を過大評価した井上の準備は初回からこうを奏した。 しかし一つだけ想定外だったことがある。それは初回から何度も接触したフルトンの前足だった。フルトンの左足の位置にはちょっとびっくりしました。長い足を内側に入れるように出す。自分の足とぶつかるんですよ。一ラウンド目に自分が足を踏まれてツンのめるんですけど、サウスポートやってるのかと思いましたから、右構え同士で前足がぶつかるとはあまり聞かないが、 フルトンの過去の映像を見ると、右構えの相手と前足が接触するシーンが何度かある。井上にはそれが戦略的なテクニックだと思えた。フルトンはスタートから距離感、ジャブの差し合い、足の位置の3つを意識していたと思います。あの足の位置は足が長いからできるんでしょう。ちょっと試合後にやってみたけど自分にはできません。映像で確認すると、 フルトンは足の指先をちょっとずつずらしてこっちの足を探してるんですよ。で、こっちのつま先を見つけたらぐぐっと踏んでいる。そうやって踏み込ませないようにしたり、集中力を切らせようとしたりしていたのかなと。反則ですけど、レフェリーが注意しなければそれもテクニックの一つですよね。わざとやってる。わからないですけど、そうかもしれない。10